さて、連日寒い日が続きますが、少し早いひな祭りの話題です。兵庫県上郡町では竹筒に収まった夫婦のひな人形の制作が進んでいます。上郡町にある松井工芸社では、毎年桃の節句の時期に合わせ、竹の中で2体が寄り添うかぐや雛を制作しています。かぐや姫の物語から着想を得て、30年ほど前から販売を始め、今では日本全国から注文が寄せられています。高さ20センチ、直径12センチほどの竹の中に、京都の友禅和紙で作られた着物姿の夫婦雛が収まる愛らしい姿は、インテリアとしても人気だということです。一つ一つが手作業で丁寧に作られ、今年はおよそ1000個を制作する予定です。ちょっと暗いニュースが続く中で、少しでも明るい温かい笑顔がいただける商品をお届けできればと思って作っております。注文は松井工芸社のホームページや電話で受け付けていて、2月中の注文で3月3日のひな祭りまでに届くということです。